パンチボディクルです。というわけで今回は、はい、本日の動画はすごく大事な動画となっています。というのも、今日撮影している日が、大学の初めての成績発表日なんですよ。でね、まあ大学生のそんな成績を知って何の得になるんだっていう風に思う方もいると思うんですけれど、やっぱ人の成績見るのって面白いじゃないですか。まずそれを皆さんに教えたいなっていうのと、大学に行ってる YouTuber の方が結構こういう動画を出してるっていうことで、今回僕も動画撮っていきたいなっていう風に思いました。まあ何回も前期後期前期後期って4年生までやるわけじゃなく、今回大学生になって初めての成績発表ということなので、まあ記念としてこうやって動画に残しておくのもいいんじゃないかなということで動画を撮ってます。それでは早速見ていこうと思います。では早速見ていこうと思います。で、高校と大学の成績発表の違いなんですけれど、高校の場合、先生がプリントで用意してくれて、そのプリントを見て成績っていうのを確認してたと思うんですけれど、大学生の場合、これパソコンとかスマホとかでやっていくのが基本なので、まあ、僕は今回パソコンで見ていこうと思います。15個の授業を僕は前期で受けてました。で、その15個の教科全部取れてるのか、それを今から見ていこうと思います。まあ、成績を見ていく前にちょっと軽く僕のこと言うと、初めての大学の生活がオンラインということで、結構いろいろ大変な時も多かったんですよ。いろいろトラブルとかもあったんですよ。そんな中ちゃんと受けてたので、マジで単位は取れてほしいなっていうふうに思ってます。まあ、全部の大学生みんなそう思ってると思います。では見ていこうと思います。で、画面とか見せられないので、ちょっと僕の表情とか、表情でマスクでも隠されてるんでわかんないと思うんですけれど、まあ、口で説明していこうと思います。はい、結果出ました。まず結果なんですけれど、全部の教科合わせて15だっけのうち1教科落としました。1教科落としました。1教科落としました。1教科落ちた。ちょっと教科は言えないんですけれど、まあ、ABCD で評価されてて、 A から C でタイムもらえるんですよ。で、まあ、上から言っていくと AADACABAAABABAB で最後だけ S でした。最後だけ S でした。いやー、まあ、許容範囲内になってたこの1教科は。なんでかというと、課題がね、とにかくやばかったやつですね、これは。正直もう友達、一緒の学科受けてた友達でも、もうこの教科を落とそうっていう風にお互い話してたので、まあ、いいかな。まあ、許容範囲内でした。でもね、なんでしょうね。まあ、落としてるの分かってても、ちょっときついですね。落とした教科は、100点中、30点です。最初見方分かんなくてめっちゃ、ずーっと眺めちゃってた。いやー、なんだろう、ハッピーエンドではないですよね、これ。必修の科目は全部取れてたので、そこだけは良かったですね。はい、そんな感じでした。大学生の皆さん成績いかがだったでしょうか？ぜひ皆さんも言える範囲で僕に教えていただけるとちょっと勇気が出ると思いますので、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。そして、Twitter や TikTok、ツイキャスなど他の SNS アカウントもありますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。